転送しなさい。主人には内密に。かしこまりました。もしもし。どうして黙っているのですか。切ります。切るなよ母さん。もう少し声を聞いていたいんだからさ。私を愚弄する気ですか。用件を追いなさい。母さんと遊びたい。は？何を言っているんですか。あなたは。私はあなたとなど遊びたくありません。親族会議で疲れたんだろ。持病の頭痛がだいぶ辛いんじゃないかね。余計なお世話です。頭痛になるのは頭が凝ってるからさ。そのままベッドに入ったっていい夢は見られないよ。だから余計なお世話だと言っています。切りますよ。頭の凝りをほぐすためにちょっとだけ遊ぼうよ。何、時間は取らせないよ。あなたと遊ぶ気などあります。母さんの名前はナッピ。名前に季節を持っているね。いい名前だ。でもナッピだからって夏が好きとは限らない。母さんが本当に好きな季節は何だよ。それをあなたに教えると思いますか。教えてくれないならです。どうして。過ごしやすい季節だからです。他に特に理由はありません。これで満足ですか。ああ満足だ。やっぱり母さんの好きな季節は俺と同じだ。俺も秋が好きなんだ。嘘つき。出まかせを言うんじゃありません。嘘つきなんてひどいよ。手任せなんかじゃない。俺は母さんが秋が好きだって確信してたよ。証拠を見せて。証拠？ああ、母さんの部屋に時計はあるかい？時計？ええ、ありますが、それが何か。今は0時7分ですね。もう眠いので茶番を早く終わらせなさい。その時計持ち上げてみてよ。どうしてです。いちいち俺の言うことにお前は歯向かってない。黙って言われた通りにすればいい。
こんなに電話を切られたりか。こうしてあんたに電話をしてるうちが花なんだ。あんたが19年前にしたことを俺はいつだってあんたの旦那や娘に話すことができる。あなたが何の話をしているか知りませんが、夫や娘を巻き込まないでください。こうして私が電話を聞いていますから。覚めたかい？どうしてこんなあんたの頭痛が少しは引いたなら嬉しいんだけどな。嬉しいって言ってよかな。どうやってこれを、どうして、どうやって。嬉しいですって言ってほしいな。この人殺しめ、よくも潔癖な奥様面ができるもんだぜ。ヘドがそのヘドがあんたの夫や娘にも打ち分けられないと嫌だろう。黙っててほしいだろう。ああ黙っててやるよ。ほら嬉しいだろう、嬉しいだろう。嬉しいです、嬉しいです。だからやめて、夫と娘に構わないで。何が要求ですか？お金ですか？いくらですか？金なんか欲しくない。俺の傷は金をいくらにしたって癒せない。だが薬なら、そうだ、それは軟膏みたいな、ねっとりドロドロ糸を引く。それはあんたへの俺の恨み、縁だ。そいつを塗ってでしか痛みが抑えられないんだよ。あなたはまさかこの島にいるのですか？ああ約束しただろう、親族会議には出る。不可能です、この台風では来られるわけもありません。台風になる前から来てれば問題はない。それに台風の最中であってもエリカとかいう来客があったはずだ。あなたはどこに。あんたの紹介がないうちは誰の前にも現れないと。安心しな。おっと、俺を探しても無駄だよ。あんたの屋敷は広い、電話だってそこいら中にあるしな。あんただって俺に会いたくないだろ。それとも俺を見つけ出してみんなに紹介してくれるか。ジェシカにも紹介してくれよ。一つの兄です。上がらせすぎたかな。今夜はこれで勘弁してやるよ。だが忘れるな、あんたは俺に逆らえない。わかってるな母さん。今夜はこれで電話を切るが、明日の朝まで命令がある。なんですか。あんたは今夜もその部屋を出てはならないし、どこにも電話をかけてはならない。電話がかかってきても取ることも許さねえぜ。そして今すぐ明かりを消し、布団をかぶって寝ろ。そしていつもの時間に起床しよう。健康的な生活でいいな。母さんの体をいたわるなんて本当に俺は親孝行者だよ。わかりました、今すぐ出ます。部屋も出ます、電話も出ます。だから娘には母さんが俺の命令を守る限り、あんたの秘密は守ってやるよ。命令を破る、俺はもうお前のすぐ近く。
近くに部屋の明かりが消えるかどうか、そして電話をしているかどうかさ。俺には手を取るように分かる。俺さえなんだ。あんたの寝顔にキスする。守ります、約束は守ります。だからやめて、もうやめて、やめて。手が塞がってて開けられないんじゃないのか。かもな。だが名乗らねえってのが薄気味悪いな。開けますか。開けなさい。それは、これは親父の封筒？廊下には誰もいません。これを置いて立ち去ったのでしょうか。様でしょうか。考えられない話じゃないわ。この屋敷で誰と呼ばれて返事をしないのはお父様くらいだもの。ありえないわ。ならどうしてお父様は堂々と入ってこないの。そうやな、お父さんだったらノックなどせずいきなり入ってくるやろな。今この屋敷は戸締まりがされとるんやろ。ならここに手紙を置くことができるんはクラウスさんか夏日さん、そして源氏さんの誰かしか考えられんで。なるほどね。お父様の名を語ってバトラ君を次期当主に認めないみたいなことが書いてあるのよ。バカバカしい兄さんめ、よくもこんな子供騙しを。別に俺は次期当主なんて興味ねえぜ。諦めろ、それがお前の運命なんだよ。とにかく中身を読んでみようじゃねえか。この封筒は間違いなくお父様の封筒なの？ええ、間違いないわ。お父様が新書に好んで使う封筒よ。どう、シャノンちゃん。はい、私の目にも親方様が使われる封筒に見えます。だからってお父様が書いたってことにはならないわよ。兄さんならお父様の書斎の引き出しからひょいと手に入れることなんて造作もない話だわ。クラウス様とて
容易に書斎には入れません。封筒を盗み出すなど難しいことかと。開けてみようぜ。それから考えても遅くないはずだ。何か入ってるな。何だろうな。え、ちょっと、その指輪、これお父様の指輪よ。なんやって、ほんまか。間違いなくお父様の指輪なの。レプリカということは。これは本物よ。私はいつかこの指輪を自分の指に通してやるとずっと夢見てきたのよ。様が指にしてた時から、私は誰よりもこの指輪のことをよく知ってるわ。これはお父様の指輪よ、間違いなく。どうしてここに。じゃあやっぱりこの手紙はお父様が。こりゃ差出人は親父じゃねえぞ。もっと面白い。じゃあ誰からの手紙だってんだ。後ろ三宅古文錬金術師、黄金の魔女、ベアトリーチェ様からだぜ。ベアトリーチェから。なんて書いてあるの。読むぞ。コングラチュレーションズ、バトラ様が碑文の謎を見事に解かれ黄金鏡にたどり着きましたことを認めます。黄金はすべてバトラ様のものです。そして後ろ宮家の新しき当主もバトラ様です。その証として金蔵様よりお預かりしている当主の指輪をお送りします。どうぞバトラ様、指輪をされて新しい黄金の主となり、どうか後ろ宮家をお導きください。新しき当主のご活躍を心よりお祈りいたしております。なんてこった。親父が書斎から出てこねえもんだから、森の魔女ベアトリーチが直接バトラを認めてくれたわけだ。バトラ君、この指輪はあなたが持つのよ。これは当主が身につけるべき特別な指輪。ベアトリーチが何者か知らないけれど、彼女は一部始終を見届け、あなたが真の跡継ぎだと認めてこの指輪を送ったのよ。え、いいんすか、こんな重要な指輪を。ああいいんだ、誇らしげに指にはめるといい。いいか、兄貴や夏日さんが外せと言っても絶対に外すんじゃねえぞ。申し訳ないね。妻は具合が悪そうだったので先に休ませてもらった。何かあったのかね。なんだか諸君がひどく慌ただしいようだ。バトラ様、それは。さすが源氏さんや、お目が高い。これが誰の指輪か分かるようやな。何？何の話だね。後ろ宮家当主の指輪よ。